皆さんこんにちは、視聴者の近藤でございます。今日はですね、僕の YouTube にコメントをいただいたので、それにちょっとお答えをしていきたいと思うんですけども、どういうコメントかっていうとですね、司法書士業務とその Apple 製品を使うってことについてどう考えますかっていうようなご質問をいただいたんですよ。で、その方は僕がこの YouTube の、ね、画面に映る、ところどころガジェット類が時々映ったりすると思うんですけど、それで僕がね、Apple 好きだってことを見抜かれて、それでそういう質問されたんじゃないかと思います。まあね、ご指摘の通り Apple 製品が大好きなんですよ。やっぱりそのデザイン性が高かったりとか、こう使いやすかったりとか、持っててね、すごく満足感が高いですよね、Apple 製品っていうのは。で、僕が何の Apple 製品使ってるかっていうことをまずご紹介したいんですけど、まあ自宅には iMac の27インチがあります。これはまあ家族で使ったりとか、まあ時々その動画の編集なんかも使ってます。27インチなんてかなりでかいです。これがまあリビングにドーンと置いてあります。それでまあ普段音楽を流したりとか、あと自宅ではですね、そのリンの DS システムっていうそのオーディオシステムを使ってるんですけども、そこにこう音楽を飛ばすようなサーバーとしてもそれを使ってます。自宅のタイプですね。で、事務所では MacBook Pro の13インチ、これを使ってます。これもあと1年ぐらい使ってるものだと思うんですけど、これですね、主にこの YouTube の、動画編集をしてます。Final Cut Pro っていうソフトが入っていて、あとはAdobe の Photoshop とか Lightroom とかそういったものが入ってるので、動画とか写真とかの編集に主に使ってます。ただメールもこれで読み込むことができるし、オフィス製品もこれにそっくり入ってるので、割とこう持ち歩くとしたらこれです。で、仕事で使ったりすることもあります。文章を書いたりとか、そのプレゼンの時にこれをつないで、やったりとかってこともあるので、持ち歩くのは大体これですね。で、ただ仕事で使う登記の申請をしたりとか書類を作ったりとかっていうのは、専用のリーガルさんっていう会社が作ってる力、権利の権って書いて力っていうふうに読むんですけど、その力っていうソフトを使うんですけど、それはね Windows しか対応してないんですよ。ですから基本的に事務所内にある PC は全て Windows です。 Windows 10 の、デスクトップを使ってます。で、デュアルモニターにして使っています。で、僕のデスクにも Windows マシンが基本的には置いてあります。で、これを使うときはデュアルモニターのうちの1個をこれにつないで、モニター27インチの大きなモニターに映し出して使っています。動画編集とかをやっていますですね。あとは iPad Pro の11インチ、こう Apple ペンシルがつくやつなんですけど、これはですね、カバンの中に入れていつも持ち歩いてます。で、メールを読んだりとか、あとはそのチャットワークをこれで受信して返信をしたりとか、あとはですね、結構 Kindle で本を読むときとかっていうのは iPhone だとちょっとちっちゃく感じることがあるので、こっちで読むようにしてます。あとは何かな、Google のスプレッドシートとかそういったもので営業報告とかやってるときもこれでやってます。あとはですね、その Apple ページ何使ってるかっていうと、このお絵かきソフトみたいなのがあるじゃないですか、 iPad って。で、そのお絵かきソフトみたいなのを使って、営業の女の子が自分の自己紹介シートっていうのを作ってるんです。これちょっと手書きっぽいじゃないですか。これ実は手書きじゃなくて、Apple Pencilで作ったものです。本当ね、手書きでこうなんかマジックとかちっちゃいこうペンで書いたっぽい感じにできてね、すごく手作り感があってすごくね可愛くできるんですよ。で、これはiPad で。あと普段は僕はスマホは iPhone X を今2年弱ぐらい使ってます。ただね、これ 64GB なので、やっぱりね音楽とかも大好きなので、音楽とか入れたり、Kindle に本を入れたりしてるとですね、もうすぐいっぱいになっちゃうんですね。で、消していかなきゃいけない。で、ちょっとね、もう気持ちが離れつつあります。もうちょっと大きいストレージのもいいやつで、画面ももうちょっと大きいやつに変えたいなっていうのを最近ちょっとね思い始めちゃってます。あとはですね、事務所のスタッフには iPhone SE を支給してます。ですから僕 iPhone SE はもう、ね、20台近く契約してるってことになりますね。で、これやっぱりね、もう最初はやっぱりもっとね安い
ガラケーみたいなものを支給してるところが多かったと思うんですけど、僕ね iPhone 支給するのすごい早かったんですよ。で最初にやっぱり、ね、勇気が出ました。なんだかんだやっぱり1台まあ、安いワイモバイルさんのやつですけど、とはいえやっぱり3000円とか4000円とかするわけですよね。でそれを何十台って買ってみんなに支給するってのは僕にとってもかなり挑戦だったんですけど、やっぱり、ね、これを使うことによって誰がどこにいてってチャットワークとかも本当リアルタイムでみんな見てくれるようになったりとか、Google カレンダーとかね、あとは普通のメールアウトルックとかっていうのを普段どこにいてもちゃんとみんながチェックしてくれてるって安心感すごいし、やっぱりみんなでその情報を共有するっていうのはやっぱりね、手元に全員が iPhone を持って僕らが必要とするアプリが全て必ず入ってるって安心感結構大きいなと思います。これはね早めに入れて正解だったなって思ってます。ただね SE がもうなんか修理ができなくなっちゃっていて、もう次はねちょっと壊れたやつから徐々にこう 6S これよりが二回りぐらい大きいやつにもうしか交換できないって言われてるので、徐々にその 6S 自分のスマホも移行しつつあります。でここからは本題なんですけど、まあ、使用上の仕事をするにあたって Windows と Apple どっちがいいかってことなんですけど、まあ、これはですね一番いいのは両方持ってるのがいいかなと思います。やっぱりスマホって皆さん iPhone 持ってるし、その iPhone 自体持ってるとその情報がねどのデバイスで見ても同じメモが見られるとか、やっぱりすごくね使いやすいですよね。使う人の立場になって設計されてるので、やっぱりね Apple のなんですかシステムの中に一回入ってしまうと心地が良くてなかなか出ていくことができなくなってくると思います。本当に便利だと思います。それとまあ僕は YouTube をやってて、その編集はですね Final Cut Pro っていうのは、まあ、Apple の Mac のソフトですので、まあ、それは必須なんですね僕にとっては。そうするとまあ結果全部揃ってきちゃう、 Apple 製品で揃ってきてしまうっていうのが、で仕事はどうかってことなんですけど、仕事はですね基本的に僕らの仕事っていうのは、まあ、Excel とワードと、それからまあセミナーとかやる人はパワーポイント、それから業務用ソフトってことになると思うんですけど、業務用ソフトはですねおそらく Windows にしか対応してないと思います。全ての Mac に対応してるっていう初心者の業務ソフトでは多分まだないと思います。ですから Windows をもう1個もなしでやるっていうのはちょっと厳しいかもしれません、業務用ソフト使うんであれば。でオフィス製品はどうかっていうと、そのワード、Excel、パワーポイント、これはもう Mac でも全然遜色ないですね、全く変わらないですね使い勝手は。ですからそこに関しては特にどっちでもいいっていうことになるんじゃないかと思います。ですから開業してすぐの方はですね、やっぱり Windows で始めるってことにどうしてもなると思うんですけども、まあ、こういうねガジェット類が好きな方っていうのは、まあ、徐々にこう Apple とかも少しずつ組み合わせながら、その場所場所でうまくこう使い分けるって形になってくるんじゃないかなと思います。ただまあね、Apple のものっていうのはやっぱり持ってて気持ちがいいし、やっぱりデザインが美しいのでね、どうしてもやっぱり Apple製品を選ぶっていう方が多いんじゃないかなと思います。やっぱりね、同業者で打ち合わせをしてもですね、Apple製品を出す人多いですよ、やっぱり。で、信頼性もね、最近は特にそんなに昔ほど壊れちゃうとかってこともないので、Apple製品問題ないんじゃないかなと思います。まあ、それは最終的にはね好みってことになるのかなっていうのがまあちょっと結論なんですけど、まあ、Apple 製品これからもねちょっと使っていきたいなっていうのを思ってます。じゃあ今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。